いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたします大谷衝撃190キロ弾でカ歌唱が大絶叫めっちゃ嬉しそう米大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は17日日本時間18日敵地シティフィールドで行われたニューヨークメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に一番指名打者で先発出場 3打数1安打1打点3死球の4出塁4得点で10対2の勝利に貢献した初回に先頭打者本塁打2 0連発となるポストシーズン第3号で走者なしでの連続無安打を22打数で止めたベンチで喜ぶ同僚の姿に日本人ファンはカーショーめっちゃうれしそうと衝撃を受けているいきなりかっ飛ばした大ブーイングの中大谷がメッツの先発左腕 ホセ・キンタナの2球目を強宇宙間へ伸びた打球はあっという間にフェンスを越えた打球速度117.8マイル約189.6キロ飛距離422フィート約128.6メートルの一発悠々とダイヤモンドを一周する間球場のメッツファンは沈黙しドジャースベンチでは見守ったクレイトン・カーショー投手らが絶叫するなど大騒ぎだった米スポーツ専門局 フォックススポーツの MLB 専門 X をはじめ続々と米メディアが速報する中ベンチの反応を目の当たりにした X 上の日本のファンからは「あまりの打球速度にチームメートが引いてるこのチームまだ1年目だよ翔平さん」笑「笑愛されすぎてるラックスほんとかわいいそりゃ盛り上がりますよねカーショーめっちゃ嬉しそう」などの声が上げられている「ドジャースは3勝1敗とし」 2020年以来のワールドシリーズ進出に王手第5戦は18日同19日に敵地シティフィールドで行われる大谷の先頭打者本塁打で幕を開けた今回の試合第2打席ではストレートの死球で歩かされた後続くムーキー・ベッツがヒットでチャンスを拡大その後のタイムリーヒットに繋がった4回の第3打席でも大谷は死球で出塁今度はベッツがタイムリーツーベースで追加点 第4打席でも大谷が四球で出塁ベッツがツーランホームランを放つなど MVP コンビが実力を遺憾なく発揮した試合となった試合後の会見で大谷はここ数試合のベッツの活躍について問われただただ楽しいですねと話し累上から見ていると常に状態が良さそうですし彼が打ったら得点する準備を僕自身は1塁からでも2塁からでも常にヒットを打ったらホームに帰るつもりでいますと続けた ベッツは10月の勝負弱さが指摘されることもあり2022年の地区シリーズ以来ポストシーズン29打席連続無安打を記録今季地区シリーズ第3戦のホームランで復活していたポストシーズンの7試合制シリーズで3勝1敗としたチームは93回中79回が勝ち抜け勝率は8割4分9輪現行の方式では敵地で3勝1敗としたチームは49回中42回を勝ち抜け 勝率は8割5分7輪データ上は圧倒的に有利に立ったベッツの心に火をつけた大谷翔平との勝負を避けるメッツにロバーツ監督が言及ムーキーも個人的に受け取ったと思うこの日大谷翔平が歩かされた後の3打席で全てヒットを放つなど頼もしい活躍を披露しているベッツ中でも6回1し1塁の第4打席ではカウントツーボールツーストライクから3番手 ウワンのフィルメートンのスイーパーを捉え打球速度102.5マイル約165キロ飛距離377フィート約115メートルを計測する左翼席への豪快弾を放った大黒柱ベッツの仕事ぶりには周囲も惨事を惜しまない試合後地元放送局スポーツネットロサンゼルスの公式 SNS はデーブ・ロバーツ監督の会見映像を掲載その中で指揮官は 彼らのアクセルを緩めないところが気に入っていると勢いが止まらない選手たちのパフォーマンスを表し大谷の始球後に打ちまくったベッツにも称賛を送っている現地時間14日日本時間15日の第2戦フランシスコ・リンドーアの申告敬遠後にマーク・ビエントスが満塁本塁打を放っていたがロバーツ監督は同シーンを引き合いに出し他の競技者と同じくムーキーも大谷の3打席連続始球には 個人的に受け止めたと思うとコメントあのようなことが彼の心に小さな火をつけるのだと思うと振り返っていたまたロバーツ監督はサクオフに投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル約484億円の契約を結んだ山本義信の1年目について義信にとってメジャーリーグの長丁場のシーズンを戦い抜きメジャーリーガーの打者を相手にする中で 非常に良い経験を積んだ年だったと思うチームも山本のトレーニングや登板感覚を維持できるようサポートしてきたと評価したさらに指揮官は山本にポストシーズンの経験を積ませられたことは彼にとって大きな成長の機会となり今後の長い野球人生において大きな財産となるだろうと述べここまで3度の先発機会を得ているポストシーズンでの投球の意義についても語った米専門メディアドジャース・ネーションは 山本は2035年までドジャースのユニフォームを着ることになりロサンゼルスのエースに成長するための十分な時間が与えられると指摘した上でしかしこのポストシーズンで彼はすでにその兆候を見せ始めているとして好投を続ける山本が将来的にエースへと成長する存在であると見通しているようだメッツのメンさ監督はお手上げ彼らは本当に良い打線2試合連続8点差の大敗。 メッツは2試合連続で8点差の大敗を喫し後がなくなった投手陣が4試合で30失点メッツのカルロス・メンドーサ監督はドジャースは本当に良い打線で多様な攻撃ができるとお手上げだった公式戦は借金11から這い上がりワイルドカード3位でポストシーズンに出場奇跡的な反抗を続けてきただけにブランドン・にもはもし僕らがここから立ち直ったら素晴らしいストーリーになるだろうと ミラクルメッツの再現を誓った第5戦は第1戦で救援起用された左腕デビッド・ピーターソンを先発させ第1戦で先発した千賀はブルペン待機することになったメンドーサ監督は大谷ベッツがいるドジャース打線についてそれがあのチームを良いチームにしている大谷だけでなくムーキー・ベッツやテオスカー・ヘルナンデスもいるしフレディ・フリーマンもいるマックス・マンシーもいるし キケヘルナンデスもここの時期にキケらしいいとをやっている。選手層は熱いと思うが最大のポイントは彼らは自分のゾーンにフォーカスしているということだ決してボールを追いかけていないと自分たちのやるべきことに徹していると脱帽した大谷の先頭打者アーチに関しては先発ホセ・キンタナの2球目を狙われ被弾これが相手に流れを渡す結果となりそうかもしれないでも一発だけでは勝てなかった 大谷だけでなく彼の後ろにいる他の選手のケアも必要だでもそうだね彼が試合の最初の打席に出てあんな風に打てば明らかに彼らにとっては良い気分だろうあれだけでは勝てなかっただろうが我々は止めることができなかったと悔いたまた崖っぷちで迎える第5戦の先発はピーターソンが明日先発すると明言13日同14日の第1戦で3番手で2回3分の1 49を投げて以降中4日での登板となりピーターソンは「休養十分だ」「最後に登板したのは4日前だ」「先発として期待している」としたその上で第一戦で先発した線賀について「彼は明日ブルペンから登板可能だ」とした「ニューヨークを震撼させた大谷ベッツの12番躍動」舌を巻くしかない同僚の言葉「メッツの投手は大変だよ」 大谷は先頭打者団を含む3打数1安打1打点3四球4得点2番ムーキー・ベッツも4安打4打点と爆発したニューヨークで暴れた1・2番コンビに取材に応じた同僚たちも舌を巻いている大谷の2戦連発となる初回先頭打者アーチで幕を開けたこの試合2打席目からは3打席連続支球とまともに勝負してもらえなかったが後ろを打つベッツが6打数4安打4打点 3得点と爆発特に大谷の死球後は3打数3安打4回に左翼へタイムリー2塁打を放ち6回にはツーランをかっ飛ばしたドジャース専門メディアドジャーブルーは試合後の会見に応じたベッツの姿を公開打席での心境を問われたベッツはうまく言えないけどとてもいい気分だと話し始めチームに貢献できるのはいいこと投手陣もアメージングだったよく抑えてくれた 本当に楽しい試合だったよと充実感を滲ませたまたこの日一番大谷が先頭打者団の後に勝負を避けられ3打席連続で歩かされた点に関してはいつも彼に支給を与えるのは難しいだろうとコメントもし彼らが将兵への支給を続けたいのなら構わない僕はただ自分の仕事をするだけだと力を込めコントロール可能なことしかできないと続けていた。 2人の実力を知るドジャースの同僚たちもこの日ばかりは驚きを隠せない MLB 公式 X はトミー・エドマンのインタビュー動画を公開「ムーキーはとんでもないよ9回最高の選手の1人でい続けていることには理由があるんだ努力しているからね」とベッツを絶賛彼が翔平の後を打つんだから対戦しなきゃいけないメッツの投手は大変だろうねと2人の並びに舌を巻いたまた カリフォルニア州地元局 NBC ロサンゼルスのマイケル・デュアルテ記者は大谷の本塁打に関するトミー・エドマンのコメントを X で紹介ここには良いファンがいて特に序盤はとても騒がしいから翔平が黙らせてくれたのは大きかったねプレーオフには勢いが重要だと思うから間違いなく流れを変えたねと敵地で出花をくじいたその一撃を称えたデュアルテ記者はマックス・マンシーの言葉も紹介 大大谷の一発について、あれは大きかったね。走者なしの場面で割とワイルドな記録が続いていたから翔平にとっても大きかったんじゃないかなとロッカールームでコメントした大谷は得点圏で驚異的な打率を残していた一方この打席まで走者がいない場面で22打数無安打だったマンシーはこの試合2打数1安打3四球第2戦から驚異の12打席連続出塁をマークしたそんな絶好調のマンシーも 大谷の活躍には驚きを隠せず我々にとって良いスタートになった打てる球が来て彼はそれを逃さなかった間違いなく我々に刺激をもたらしたねと満足そうに語っていた大谷翔平明日決めるという気持ちで敵地ニューヨークで試合開始早々ドジャースペースに持ち込んだ大谷がプレーボールから2球目通算102勝左腕・金棚の甘いシンカーを一戦2015年以降のポストシーズンでは 3番目の速さとなる打球速度117.8マイル189.5キロの初回先頭打者アーチを放ちブーイングを浴びせるニューヨーカーを黙らせたフレディからレートショーはいいから早めに打ってくれと試合前に言われていたベンチに帰ってフレディと打ったよという感じの話をしていました第3戦の8回に試合を決定づけるポストシーズン2号スリーランを放った大谷は右足首を負傷し 第4戦を欠場したフリーマンから試合序盤での一発を期待されていたという第3戦まで走者がいない場面で22打数無安打と沈黙していたが初安打が先制の一発となった前夜からの2打席連発でメッツ投手陣の規制をそいだ3回の第2打席から真っ向勝負を避けられ3打席連続四球その度に2番ベッツが安打タイムリー二塁打左越えツーランと奮起し 大谷の出塁を全て得点に結びつけた敵地での2連勝を呼び込んだ MVP 受賞経験者による1・2番のコンビは互いに実力を認め合うベッツは無走者の打席で凡退が続いた大谷に関する質問を「なぜ周囲がそれを話題にしているのかよくわからない」と一瞬。彼は最高の選手たった20打席人間だっただけだとフォローした過去2年の短期決戦で苦しんだベッツは今年のポストシーズンで 3本塁打打を含む10アンダー10打点大谷はその活躍ぶりにただただ楽しい僕自身は一塁からでも二塁からでも彼が打ったら得点する準備をしている常にホームに帰るつもりと全幅の信頼を置くフリーマンとラックスを書いた打線は好調のエドマンとキケヘルナンデスを中軸に据えさらに左腕対策で右打者7人を並べて12安打10得点 リーグ優勝決定シリーズ初先発だった山本を援護した4年ぶりのワールドシリーズ進出をかけ18日日本時間19日の第5戦に臨む敵地でいい野球ができている明日決めるという気持ちを持って全員で頑張りたいと大谷3度目のシャンパンファイトが迫ってきたニューヨークの名物記者もお手上げ大谷にはかなわないお目覚め2 0 0 0連発に諦めムード メッツは本拠地で屈辱の2連敗シリーズ1勝3敗で崖っぷちの状況となった地元紙ニューヨーク・ポストは「ミラクル・メッツはいまだに翔平・大谷の謎の解決策を探している」と題するコラムを掲載諦めムードが漂っている著者は名物記者のジョン・ヘイマン氏「メッツは魔法のような楽しい10月中大量の心とガッツ立ち直る力を見せているそれらは全てワンダフルだと」と まずは劇的な逆転劇を演じてきたメッツを称えつつしかし今日はおそらく旧史で匹敵する者がいないスキルの組み合わせを持つ一人の将兵大谷率直に言うと大谷・ドジャースにかなわないように見えたと続けたシリーズが始まった頃にはスランプだと言われていたとしつつ彼が今まで本当に苦戦していたとすればそれは今明らかに終わっているとお目覚めモードに入ったと主張9回で50-50を達成した男はメッツや 他のみんなにとってあまりに良すぎるようだともはやお手上げで来年彼が50本塁打50盗塁20勝を達成しても誰も驚かないだろうと呆れたように絶賛した大谷は今は打撃だけに制限されているがそれで十分だったと一刀流でもインパクトをもたらしたと強調彼らは大谷を解決する道を見つけ出さなくてはならない メッツには大きな心と非常に優秀な救援レベルの選手がいるしかしこの男は比較対象がベーブ・ルースであり今は10月のルースのようにプレーしている男なのだと相手の強大さを嘆くように締めくくったニューヨーヨクメディアも諦めか第4戦後にニューヨーク放送局 SNY はメッツが壁にぶつかったのかそれともドジャースが優れているのかおそらくその両方が少しずつあるのだろう ドジャースは容赦ない攻撃陣と非常に熱いリリーフ陣を擁し球界で最も総合力に優れたチームだと示したメッツは厳しい戦いを勝ち上がってきた影響があるようだ疲れ切ったブルペン陣は打者を抑えられず攻撃陣も勝負どころで一本が出なくなっていると伝えたこの4試合でメッツが挙げた得点は9だが一方のドジャースは30点とあらゆる局面でメッツを圧倒してきた 第4戦で翔平・大谷に先頭打者アーチを打たれた時試合が終わったと感じたのは言い過ぎかもしれないがそれに近いものがあった先発投手陣を見ればメッツが明らかに有利と見られていたが実際にはそうではなかった先発のフラハティビューラー山本がいい投球をし層が厚くて優秀なリリーフ陣が試合を締めているとドジャース投手陣を称えている続けてそれでもメッツは諦めていない シーズンを通して選手たちが見せている闘志は長きにわたるチームのアイデンティティだと記しながらもしかしあらゆる点で不利なのは間違いないついにメッツの魔法が解けたようだ相手がドジャースだからかもしれないと意気消沈したかのような記事を掲載している大谷翔平が敵軍記者に与えたた悪夢想定外の展開たまらずゼック地元紙「ニュースデイのメッツ版ティム・ヒーリー記者は「 試合開始の8分前に初戦で大敗しメッツは2戦目にフランシスコ・リンドーの先頭打者団と共に即座に反撃した第3戦は大敗となり今夜彼らはどんな反応を見せるだろうかと自身の X を更新していたが試合開始から2球で大谷が先頭打者アーチを放つ悲劇に遭っていたまた米スポーツ専門メディアジガスレチックのメッツ版ティム・ブリットン記者も大谷の本塁打を見て ロジャースの先頭打者団で開始だ大谷がメッツのブルペンに運んだと書き込んでいた日本人の10%が試合を観戦した大谷効果は本物だ日本の1290万人を動かした大谷翔平の影響力米メディアは驚き日本ではスーパーボール級 MLB 機構は17日日本時間18日11日同12日の ドジャース対パドレスの地区シリーズ第5戦は MLB ポストシーズンの試合の中では最も視聴者が多かった試合になったと発表した世界平均視聴者数は2000万人超えでその中でも日本からの視聴は1290万人となったリーグ優勝決定シリーズをかけた地区シリーズでは勝った方が進出負ければ敗退となる第5戦までもつれたドジャースには大谷翔平と山本由伸 パドレスにはダルビッシュ有と松井裕樹が所属しておりさらに同戦は山本とダルビッシュの投げ合いという日本のファンにはたまらないマッチアップとなった米国内では視聴者数が750万人なのに対し日本での視聴者は1290万人米全国紙 USA トゥデ y のボブ・ナイチンゲール記者は自身の X で大谷と仲間たちがいる中で野球は日本ではスーパーボウル級の視聴率を稼いでいる 日本での異常な野球人気に驚いたスポーツビジネス起業家のジョー・ポンプリアーノ氏は土曜日の午前9時に日本の全人口の10%が試合を観戦したことになる翔平・大谷効果は本物だと大谷がいることの影響力を指摘しているまた大谷のプレーオフ初戦となった地区シリーズ第1戦では日本の視聴者数は910万人と発表されている最後までご覧いただきありがとうございます。 もしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。